この車注文した時からこのホイールだけ別に買いました。楽です。結構倒れるんで、リクライニングがちらっと中の内装の赤のレザーが日が当たった時に、今そうなんですけど、あ、このバランスが好きですね。こんにちは、川崎麻世です。今日は僕の相棒マツダの CX-8L パッケージをご紹介します。とまず免許を取ったその日に BMW の3シリーズ買いまして、もうとにかく子供の時から赤の BMW がどうしても欲しかったんですよ。可愛いのとサイズ感もちょうどいいし、なんか BMW のエンブレムにすごい憧れて、1年ぐらい乗ってからまた BMW の3シリーズの次は2代目は白で、その次にベンツの黒の 300E、 BM 買った車屋さん行って、ちょっともし 300E が入ったら教えてくださいっつって見に行って、で、まあ、乗ったらもう全然 BM よりもパワーもあるし、あ、やっぱりベンツってすごいんだなと思って買っちゃいましたね。それからアメ車フォードエクスプローラー SUV ですね。でその後にボルボの 850R ターボかな、ステーションワゴンで、その後にダッジデュランゴ、それから初の国産車の日産エルグランドライダーズで、マツダの CX-8 です。はい、エルグランド終わってから乗り換えるときにまた BMW に戻って、 BMW の X3 とかさっきのボルボのその、まあ、ステーションワゴンと高い SUV とかいろいろ見たんですけど、出会ってしまったんですよね。たまたまマツダのショールーム行って CX-8 のその改良される1個前のやつなんですけど、乗ったらあれと思って、格好もいいし、その BM の X3 よりも何百万も安いわけです。それで3列シートでもう荷物も乗るし人も乗るし、これいいなと思って、で結局まだこのバージョンのカタログはできてなかったんですけど、決めちゃいましたね。まあ、まずはこのグリル大好きです。このメッシュになってるやつがすごくかっこいいです。これでここからのこの広いボンネットがめちゃめちゃ魅力的なんですよ。なんかまるでこう太平洋みたいな、で青空で雲が反射したり、この建物が映るともう本当このボンネットリフレクションが最高なんですよね。でついついこう写真を撮りたくなる、うん、もうめちゃめちゃタワーマンションが綺麗に映ってますよね。はい、いや今日いいですよ。ただこういた方がこうはなりますけどね、本当はね、うん、あの2頭がバーッとこうなるんですよね、こう置くと。非常にこのあのフェイスが好きですね。このなんかこうサメのような目も好きだし、なんかイケメンですよね。さらにあのここブラックアウトしたんで、なんかこう引き締まりましたね。ホイールはこれマツダのあのブラックトーンエディションのホイールなんですけど、もうこの車注文した時からこのホイールだけ別に買いました。ですよね、かっこいいですよね。これマヨパッケージ、うん、
はやっぱりこうじゃないですか。でチラッとこの中の内装の赤のレザーが日が当たった時に今そうなんですけど、あ、このバランスが好きですね。赤と黒の、赤黒大好きなんで、まあ後にこれ後でつけたこのアンダーガーガニッシュで、これもちょっとブラックアウトします、後に。はい、あの材料は買ってあるんですけどなかなかねまだやってないんですけど、これはあのこういう形になったやつを貼ったんですけど、あまりこういうところはしたくないんですよね。ええ、ここは残したいです。いや、この形良くないですか、これ良くないですかこれ。いや、これ好きなんですよ、この形が。こうシュッとこうなった感じ、なんかちょっと新幹線みたいな、ピュッと新幹線この流線系のこのこれが好きなんですよね。だからここは潰したくないですね。僕はあの赤い内装って結構憧れがあったんですよ。この赤いシートだけどそこまで真っ赤じゃない落ち着いた赤で非常に満足してます。もう質感もめっちゃいいです。はい、でこのシートって温風も冷風も出るんでびっくりしてます。はい、シートヒーターは分かるんだけど夏に冷たい風が出るんですよ。いや、めっちゃいいですよ。ただあんまりこういじってないですよ、中は。はい、でも内装完成度高いですね。もう全然満足できますね。ただ後付けでこういうあのアナログの時計とかこういうのはつけましたけど、この間初めてこのハンドルのヒーターがついてるの初めて知って、押したらあ、めっちゃあったあったかと思って、今ちょっとやみつけになってるんですけど、いや、めっちゃ気持ちいいですよ。これここにこう携帯置くと充電されるんですよね。まあ最も前のねエルグランド9年乗ったんで、この10年の歴史の中でもちろん車は進化してるけどびっくりしてます。こんなに進化するんだと思って。いや、確かに加速はいいんだけど滑らかです。上品な乗り心地っていうか、うん、で、ディーゼルの嫌な音もしないんで静かです。いや、この車にしてよかったなって思いますね。何の不満もないですね。気になってる、いや、そろそろね電気系になるじゃないですか、なってるじゃないですか。でこの先マツダがどんな電気自動車を作るのかなっていうのは気になります。もしもう1台買えるとすれば、やっぱり気になってるというかマセラティは気になりますよまあでも多分乗んないですよ、いろんなこと考えて。トータルはやっぱりこっちの方がいいんで、ただ気になるだけです。意外とマツダのロードスターも気になってるんですよ。あれも可愛いなと思って。でもこっちでもう全部足りてるんでいいんですけど、気にはなってるぐらいの話です。まあ男というか我々の世代ってやっぱ車はロマンだったんですよ。一つの夢だったんですよね。こういう車乗りたいとか、いずれこういう車に乗ってやるぞっていう、まあだからそういう意味ではぜひ迷ってる方いたら、本当に車って自分の良き相棒になるんで、可愛くなってくるんで、なんかこう恋人のような可愛さと親友みたいな関係にもなってくるんで、世界観が広がると思うんですよね。だから
まあ、今の若い人たちは車離れで知っちゃってるけど、何かこう自分の世界を作るっていうか、大事だと思いますね。ぜひ、まあ、なんていうのかな、夢の車とは別に自分の相棒というものを持った方が人生ちょっと楽しくなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。